五香粉は中国のほぼすべての地域の料理で主に使われる5つ以上の香辛料からなる混合香辛料であり、その他のアジア料理やアラビア料理でも頻度は低いものの使われる。5種類のスパイスをブレンドしたものと明示されることも多いが、この5種類のスパイスに限られているわけではない。市販品の場合でもメーカーによって使用するスパイスは異なり、それぞれの配合割合も異なる。 海港県によれば、五港粉のごとは、多い、複雑などの意味だという、材料の臭み消しや香り付けに用いられる、灰骨のように、カレー粉で代用することもある。五港粉の一般的な原料は、日記、小麦鏡、八角、ファーチュー、長港である。多くのレシピが存在するが、一般的な原料はである。その他のレシピでは、アニスの種子、生姜、ナツメグ、 ウコン、砂ひとし、白豆、肝臓、チンピ、ガランガルが使われることもある。中国南部では、サイゴンシナモンとチンピが、日記と長香の代替品として、一般的に使われる。ハイファイブ、チャイニーズファイブスパイスパウダー。foodreference.com。2012年2月9日閲覧。アンアン料理長、秋マガジンハウス。2011年。 P74 北尾義行マミ探求五感が覚醒男の深夜飯マガジンハウス2008年 P108 開口兼最後の晩餐文芸春秋1979年 P236 チャイニーズファイブスパイスアットザエピセンターありがとうございます